こちらは浅草神社例大祭本部でございます。重ねてこれからの行事の予定につきましてご案内を申し上げます。平成26年度浅草神社例大祭本社神輿の宮出しは浅草神社総代の指令により発進をいたしますが、その前に発進式を執り行います。はじめに浅草神社奉賛会鈴木昭雄会長よりご挨拶と三本締めがございます。その後御幣東市議たすきの授与式がありまして、宮出しの一本締めをもって発進をいたします。また内高担ぎ手の宮出しの終了は社殿内の太鼓の合図で行います。太鼓の合図で内高担ぎ手の宮出しの、終了を行います。その後、一宮三宮は鳥居をくぐり二天門より浅草寺参道に安置していただきます。二宮は、こちら浅草神社境内に安置していただき、その後、それぞれの宮で安置した後、一本締めで、それぞれの宮の判断で手締めをお願いいたします。内子担ぎ手の皆様は宮出し終了後、みこしこ横より、速やかにご退場をお願いいたします。内子担ぎ手の皆様は宮出し終了後みこしこ横より、速やかにご退場をお願いいたします。また拡張の自主警備の方にお願いを申し上げます。拡張自主警備5名のうち2名は内子担ぎ手宮出し終了後鳥居向かいの防護柵の警備についてください。鳥居向かいの防護柵に自主警備の方の指示は警備についてくださいとお願い申し上げます。こちらは浅草神社例大祭本部でございます。礼辞郎礼辞郎勘九郎さんがお見えになってから挨拶に行ってこい。